同じテーマを何回も求められた画家、アルフォンス・ミシャ。ミシャの代表作といえば、四季を思い浮かべる方も多いでしょうか。実はミシャは四季をテーマになんと3作品も描いているのです。季節に合わせたポーズや衣装が美しいこちらの1作目。1年後に描かれた2作目では、女性のポーズが大胆になり、衣装も透けていて色気を感じさせます。1903年に描かれた3作目では、女性の表情がよりクールに。同じテーマを求められるミシャのうんざりした気持ちが反映されているのかもしれません。四季のような装飾パネル作品をもっと見たい方は書籍アルフォンス・ミシャの世界をどうぞ。